小豚の丸焼きは、セゴビアの名物料理の一つ農場の豆のコジイド、カンティンパーロス産のチョリソ、非常に人気がある典型的な観光客向けメニューのカスティーリャ風小豚のローストポンチェは代表的なデザートの一つ、セゴビア料理とは、セゴビア県の料理や美食の習慣である。県の地形は、カスティーリャ高原と山岳地帯が混在しており、 畜産や農業に適した場所となっている。セゴビアはカスティーラ風アサードと呼ばれる料理の中心地とみなされている。セゴビアのメソンはスペイン全土で知られており、その特徴的なアサードを顧客に提供している。セゴビア州の食品はセゴビア州議会が管理するアリメントスでセゴビアという品質ブランドによって規制されている。百三十一年に セゴビアのメソンデルアソゲホのオーナーになった、カンディド・ロペス・サンスは、コチニーリョ・アサードで人気を博し、それ以降、宿や食堂は、メソン・カンディドとして知られるようになった。カンディドは、コチニーリョ・アサードだけではなく、皿を使って、小豚を切り分ける、独特の方法も広めた。州内の豊富な家畜のおかげで、クエラールや、サクラメニアなどの有名なカスティージャンチーズが、 生産されている。肉やローストといったカスティーラ料理がよく知られているが、道県は果物や野菜の資源も豊富である。県やスペインの各地で有名なベゾヤの泉の水も特筆すべきものである。プラデナ、リアサ、ビリアカスティンの牛を含む豊富な家畜は県内に豊富な肉料理を提供している。血のみ子羊のローストや、 血のみこ豚豚の丸焼きなどのアサードが有名である。ペドラサのラムの振り手もよく知られている。屠殺された豚肉の調理品の中には、豚ロース肉の詰め物など、数多くの豚肉製品がある。最もよく知られているのは、カンティンパロスのチョリソであり、これは豚肉で作られ、パプリカ、ニンニク、オレガノと共に数日間漬け込んだ豚肉を、豚の腸にしっかりと詰め込んで作られている。 その材料には豚の赤新肉、ロース、ハムが含まれている。生でも調理してもどちらでも食べることができる。卵料理の中には豚のベーコンを使ったオムレツ、オムレツアラブウェナビエ派がある。近くの峰の山川からは絶品のマスが取れ、広大なナサエンからは季節ごとに変化に富んだ豊かな食材が提供されている。タラの調理法の中には セップルベダのセップルベダ風のタラがある。不思議なことに、カニのスープもよく知られている。セゴビアの豆類の中で、最も代表的なものは、レアルシティオデ・サン・イルデ・ホンソ自治体の農園で、栽培されている葉が幅広い豆、フディオンデ・ラ・グランハで、サンルイスの守護聖人のお祭りの際には、この豆を使った葉バ葉を作る、大規模なフディアーダが行われる。サイズが大きいのが特徴でとなっている。 サントマリア・ラレアルでニエバのヒヨコ豆は、セゴビアのバルセカという自治体のヒヨコ豆と共に有名である。これらのすべてが、ペドラサなどの県内の有名な料理に使われている。同県では、エンダイブ、ビート、ジャガイモ、トマト、エンドウ豆、イチゴなどの園芸作物が生産されているが、中でも、エル・カラシー・ヨチで栽培されているものが注目されており、セゴビア県の果物、 野菜の総収穫量の60%以上を占めている。一方、チコリの栽培はスペイン国内最大の生産地であるクエリアルが際立っている。さらに、バレラードのニンニクは全国的にも高い評価を得ており、300ヘクタールの栽培面積はカスティーリャレオン州で最大の生産量を誇り、全体の70%を占めている。 いくつかの自治体では、環境での竹の豊富さが際立っており、人口密集地を取り巻く山々は、季節限定の赤髪竹、山鳥竹、マッシュルームなどが豊富である。穀物の分野では、パンの製造について言及する価値がありる。セゴビアのペストリーの最も代表的なものは、中にクリームが入っていて、外側がトーストされている繊細なポンチェセゴビアノ、である。 セゴビアのロスキラス、セプルベダのマンテカード、カーニバルのボリリオなどもある。レアルシティオデッサン・イルデフェンソでは、バルサインのトルタが代表的で、スポンジケーキに似た生地をより平らにし、アニスを入れて、砂糖で覆ったものであり、クーエラール地域では、豚の屠殺から得られるチャロンを加えて、豚のクラックリングケーキと呼ばれている。ディー・オーリベラ・デル・デュエロのワイナリーで樽詰めされたワイン。 セゴビア県の一部ではワインの生産が行われており、特に原産地故障であるリベラデル・ドゥエロに属する地域が重要であり、またセゴビア県のワインとしてはバルティエンダスのワインとルエダのワインが有名である。ありがとうございます。